2つのコピックを使って色を塗っていくんですが、まず色の違いについてちょっと説明していきたいと思います。まず E-00 です、はい、で E-00 どんな色かというと、こんな色になります。でどこに使用するのかというとですね、こちらのイラストの肌のベースになるところとかですね、これが E-00 で塗ります。はい、でもう一つこちら E-02 というコピックになります。でこのコピックよいしょ、どんな色かというと結構濃い色になります。でどこに使用するのかというと、このように影の部分に、ね、使用する色になります。はい、でこの2つなぜ、最初に置いてたのかというと、基本的に画材屋さんとかで買うコピックの基準となる肌の色が E-00 と E-02 だと初心者の方は覚えていただければいいかと思います。実はですね、コピック最初塗った時こんな感じでちょっとグレーがかってるんですが、乾くと発色がいい、こんな感じの綺麗な色になってきます。アルコールが含まれているので、アルコールが蒸発した時にこんなに綺麗にカラッとした色使いになります。